八富市、八富市は愛知県の西南部の市である。2006年、平成18年4月1日、海部郡八富町が十四山村を編入合併して市政施行し、愛知県35番目の市である八富市が誕生した。北部は鉄道、幹線道路が充実しており、名古屋市や四日市市へのアクセスも良く、ベッドタウンとしての住宅開発が進み、 人口は増加している。農業では畑、ビニールハウスでの柿、野菜の栽培が比較的多く行われている。南部は市街化調整区域となっており、水田が広がっている。湾岸部は名古屋港西部臨海工業地帯を経て製造業、物流業が主要産業であり、自治体の積極的な企業誘致が行われている。金魚、文鳥、白文鳥の産地である。 名古屋市の西側二十キロ圏内に位置し、鍋田川、木曽川を挟んで三重県と接する。木曽川下流のデルタ地帯にあり、干拓によって開拓された土地の上に成り立っている。農林平野に海抜ゼロメートル地帯が大きく広がり、地域の地面は海水面より最大で二メートルほど低くなっている。西から東南へ緩やかな傾斜を持つ低湿地地帯であり、古くから 洪水の被害が多い地域である。地質は基礎川及びその支流の堆積土で形成された沖積層である。気候は温暖で、かきたう、冬季乾燥型であり、冬には、いぶきおろしによる北西からの風が吹く。2013年時点では、愛知県内の地の中で、最も人口が少ない。原始から古代までは、市のほとんどが伊勢湾の海中であり、 遺跡などは存在していない。平安末期になると、現在の八戸市にあたる場所には、基礎川の土砂が堆積し、小島がいくつか形成されていた。八戸町市によれば、1106年、長寺3年、当時文書、平森正にてその地を、一へ、現在の愛妻市西保、あずまつ、西条、東条及び、八戸市後の三、二の上、宇ぐ浦にかけてまたがる地区として、 藤原家が開墾し、荘園としたという資料として残っており、雅美の勇士はこの記録からとされている。また当時、平時の乱に敗れた源義朝を乗せた船が当地を通ったとの伝承がある。一江は藤原信長から藤原より長に伝領しのち、高質量の交渉となった。一江八里と呼ばれた一江地区は、一江島として室町時代に開発したが、 当初は、尾張と伊勢の国境が曖昧であり、伊勢国に属していた。後、市江島と五明をはじめとする和重が形成されて、行ったと見られている。その後、昭恵制が崩壊し、村々の力が強くなると、村周辺を次々と開墾し、入りと呼ばれる技術が進むと低い土地でも、堤防で囲み田旗を広げ、新田開発が発展した。自ら生活を守るため、 自然堤防、集城に集落は立地し、アシスが至るところに見られた。戦国時代には、地域一帯に、一向層が広まっており、その中心人物で、信長公記に二の絵の坊主と記される、服部左京進む、左京助、左京助ともが、一位島のうぐい裏を拠点に、海、西郷にはじめを支配する豪族として、勢力を誇っていた。 服部佐教臣は、尾張の一角にありながら、織田信長の支配に組みせず、1560年、永禄3年の桶狭間の戦いの際にも、今川義元の援軍として出兵している。左教臣は一向胸の中心である、長島城の城代を務め、蟹江に進出してきた信長勢と戦った。1565年、永禄8年には、うぐい浦の東、 南畑にて、織田信沖の信仰を受け、1567年、A60 年、信夫樹は、大楠辺りに、うぐい裏城を築いた。1568年、A61 年に左京神は、伊勢で騙し討ちに会い、自陣に追い込まれたが、服部等の抵抗は続き、1570年、元気元年には放棄した、長島一行一騎門との一角として、他の門徒州と共に、小木工場、 現在の愛妻市を攻めて、織田信沖を撃っている。その後、1571年、元気2年、1573年、天正元年と織田方の侵攻をしのいだが、1574年、天正2年に、信長十万の兵で攻撃が開始され、一伊島から南に、人影なしと呼ばれるほど、激しく焼きくし、信長は五妙に陣を敷き、門ン州は、 長島一行一機壊滅と運命を共にした。一期殲滅後、この地は無人となっていたが、1575年、天正3年、服部正リらが入植し、百姓を集めて土地を再建した。市内の重要文化財、服部家住宅は、服部正リが天正年間に建てたものとさている。1607年、慶長12年、 徳川家康の命によりお囲い包みが設けられたことをきっかけに、藩や功能、豪商による大規模な干拓神殿の開発が行われるようになる。地に水害によって水没しながらも再度の開発が繰り返され、南へと神殿が伸びていった。現在の地域の大部分はこの時代以降に陸地化されたものである。もともと、 国境である基礎川の流し出した土砂の堆積には銃を作ることで成立した村々であるだけに、東側が、尾張、尾張藩、西側は、伊勢、長島藩という不分立こそあっても、新しく、あるいは再度開発する土地についての領有争いも多かったという。基礎川の流路変更による国外などもあったが、現在の地域の大部分を占めた尾張藩領。 尾張藩鞘大藩所管轄と犬山藩領の飛び地は、尾張国、南西部の長島藩領と北西部にあった天領、笠松大所管轄は、伊勢国という形で明治を迎えている。江戸後期からは、漁業や海苔の養殖が始まり、特に海苔養殖に関しては、尾張藩主から、蓬来海苔との称号を与えられるほどの名産となった。また、市の特産品である金魚、 ヤト金魚の養殖と文鳥の飼育もこの頃から始まる。明治に入ると文鳥、金魚の養殖がますます盛んになり、1872年、明治5年には前が主に最初の商業地が設けられた。それまで東海道は愛知県と三重県の間は7里の私が主なルートだったが、この間を陸路で結ぶ新東海道が現在のヤトミ市域を通る形で開設され、 前が主に、また芝と、駅宿が設けられた。後には海、西郡の軍役所も置かれている。その地は現在、雅美市歴史民族資料館となっている。廃藩地検後に、鍋田川佐岩で、三重県桑名郡に属していた、地域、小島神殿、五名村、川原茄賢人田、富島神殿、富島付、新田、富崎神殿、加藤に行った、加藤付、新田、 海南山神殿、海ロ黒ジ神殿、稲荷崎神、稲荷崎付、新田、三好神殿、堺神殿については、1880年、明治13年に愛知と三重の県境を基礎川及び、鍋田川と定め、愛知県海西郷里に編入されて、現在は、雅美市の一部になっている。1889年、明治22年、町村正志向により、うぐい浦村、 平島神殿、全決神殿、中山新田村と、旧伊勢領の五名村、小島神殿を合併し、海西五里いよいよ府、村が発足した。いよいよ、渡る富は、いよいよ富、いやが、おうにも富むことを願って命名された、随称地名。1898年観光の愛知県海東郡市には、いよいよ富は、維新後、東海道の駅継ぎとなり、 海西棒流役所のあるところにして、一市,市街をなし、警察署、郵便局、高等小学校、停車場等ありで、やや繁華の地なりと記されている。1九百三年、明治三十六年に、調整施行により、海西郡や富町に改称。1九百六年、明治三十九年に、柴木村の二の上、五の三地区、及び十四山村の鎌倉神殿地区をや富町に、 編入した、同時に、町内前受けすぎった中山新田地区を、海、西氷鍋田村に編で。1913年、大正2年、海東軍と、海西氷が合併し、海部軍が成立したため、海部軍や富町に改称。昭和に入ると、5名に、後の日家となる、昭和家織、宝石や富工場が開業。昭和後期まで、 ガチャマンゲーキと呼ばれる戦前戦後の美州繊維産業の快進撃に流れ、八富町にも全国各地から上校が集い、当時の人口統計にも若い女性の比率が高いとの記録がある。昭和の大合併では1955年、昭和30年に、鍋田村及び一江村学大地区を合併。一江村のその他地区は、鞘野町に合併。町名を、 海部軍や富町から海部軍や富町に改称した。翌年隣接する三重県不安郡木曽崎町とも合併協議が持たれたが、こちらは三重県議会の反対などから実現しなかった。1959年、昭和34年の伊勢湾台風では、海岸や河川の堤防が多くの箇所で決壊し、入植が開始されたばかりの鍋田干拓地を含む、 全域が水没。町内で308名の犠牲者を出した。台風後は治水設備も大幅に強化され、洪水の危険性は減少した。一方で、縦横に流れていた水路の多くが埋め立てられ、水郷地帯としての風景も様変わりした。高度成長期と並行して、高地整理や道路事業、公共施設建設、団地開発ラッシュが進み、 主力産業の一つであった漁業やの利用食はほぼ消滅した。昭和40年代に減炭政策が行われると、町内多くの農家が、やと金魚の養殖業に転業し、昭和50年代に生産量はピークを迎えた。一方で、産業の発展や人口増加に伴い地下水の用水量が著しく増加する町内で地盤沈下現象を起こし、問題となった。また、 町北部では、名古屋大都市圏のベッドタウンとしての需要が高まり、田畑や金魚の養殖地を埋め立てた口開発が行われた。名古屋港の一部として沿岸部の埋め立ても進められ、これらの埋め立て地は1976年以降順次、八ート町に組み入れられている。1996年、平成8年には、長年貴族が問題となっていた基礎崎館宅地の部も、編入された。 平成の大合併施策に伴い、2002年、平成14年から、海部軍飛島村、海部軍蟹江町、海部軍重四山村との合併協議会が行われた。しかし、飛島村は、合併に伴う村民サービス低下の懸念から、住民投票で反対過半数となり、蟹江町は、対等合併という協定で進められるもや富町が、新氏名を、 宿ととすると主張したことから対立となり、両町村の併合は白紙撤回となった。十四山村でも編入合併という立場に議会が反対したが、賛成派住民による議会リコール申し出て、住民投票の結果、賛成52%、反対48%でリコールが成立。二千六年、平成十八年、重四山村を編入合併。 市政志向市、愛知県35番目の市、ヤトミ市が発足した。ヤトミ市では、公立病院が設けられていないため、民間であるが、ヤトミ市の中核病院として指定している。2005年に開催された愛知万博で、愛知県内の市町村が120の万博公式参加国を、それぞれ、一市町村一国フレンドシップ事業として、フレンドシップ相手国として迎え入れた。 就業者人口、平成22年国勢調査より、市の中心となる駅、八戸駅、近鉄八戸ミ駅他に、飛島公共交通バスの停留所が市内に2カ所ある。東名阪自動車道、八戸 IC 伊勢湾岸自動車道、湾岸八戸 IC、八戸ミ基礎崎 IC。新殿開発によって形成された40以上の村神社ごとに、 毎年10月秋祭りが開かれ、出汁が奉納される。市内には神楽39期、桑名市の石取祭りに由来する出汁が14期、伝えられている。尊名を禁止で刺繍した、盆天と呼ばれる赤い旗を行列の先頭に進む。神社では、江戸時代から続く、獅子舞や神楽太大明治時代に伝えられた剣舞など郷土芸能が奉納される。 毎年8月には一部地区が、ウィングプラザパディ駐車場に集結し、ヤトミドンチキチン祭りが開催されている。現在の参加地区は、小島、五名、前が、朱、中六、以前参加していた地区は、全神殿。金魚と文鳥の人工繁殖がされている。ヤトミ市は、ヤトミ金魚で知られ、金魚日本一大会を開催している。また、ヤトミ市は、 文鳥愛好家の間で俗に文鳥村と称される。八富市歴史民俗資料館には、イヤートミ金魚の水槽が展示されている。文鳥は、1864年、現時元年、終わり半病に奉公していた八重女が、また八神殿を開発した、犬山なる世家家来大島新四郎に嫁いだ際、桜文鳥のつがいを持参し、飼育を始め、それを機に、また八神殿地帯にて、 文鳥の飼育が流行したのが文鳥文化の発端とされている。明治時代初期、ある文鳥が突然変異で、純白の文鳥を産んだことをきっかけに飼育改良に、講師、日本唯一の白文鳥の特産地となった。1962年、昭和37年頃から10年間、生産量はピークを迎えた。現在の使用個数は4個にまで減少している。白文鳥と、 桜文鳥は6、4の割合で生産され、雛なの8から9割は手のり文鳥、残りは種文鳥となる。最近では、羽毛が茶色がかった、シナモン、羽毛が灰色の、シルバーの新種2種が繁殖され、その希少性が評価されている。2001年、平成13年からは、文鳥の足に、雇み文鳥を示すシールが釣られている。 市内の国道1号沿いには、白文町の鳥模型が、天井に装飾された電話ボックスが設置されている。水郷地帯である風土から、木曽川や溶水で捉えた、淡水魚を食べる文化が根付いている。特に、コイ、モロコといった、コイカやハゼの仲間が多く、ボラ雑水、フナ味噌、モロコを使った押し寿司である、箱寿司といった料理を人が集まる時に好んで、食べていた伝承がある。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。